マイクラに存在するアイテムやブロックを20個の質問で答えを導き出す20の扉を開催した。続いてのキャルトさんの問題で20個の質問と答えはこのように出て、みんなの回答は出たが全員不正解になった。キャルトさんが思っていた正解とは一体。これから街づくりのドラエッティが始まりますよ。まちづくりのドラエッティ。あ、中にない。外れた。なあ、初めてない。これは、あ、じゃあちょっと最初の一文字教えて。最初の一文字。あ、そうだ、そう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 、答えの前に最初の一文字だけ。ブロックじゃない。エンダーパール。パールなわけない。パール、パールなの。エリトラ。エンダ、エリトラ装備、装備するもんじゃないか。違う。あ、違う。両方違う。え、やばい、わかんない。違うやつだよ、もしかして。二文字目何？あ、でもクラフトできるのか。そうか、ちょっとこの中から。そうそう、そう、探せるよね。何？次は何だ？エンダーチェスト。違う。違うな、それ。エンコード。エン、嘘つけ。二つ以外なくない？エンダーカマドしか思いつかない。エンダードラゴン。はっ、そういうこと。エンダードラゴン、まさかの。エンドラゴン。違う違う。エンドクリスタル。競合じゃないって言ってんだもん。エンドクリスタル。あ、エンドクリスタル。あ、確かにグラフトできるわ今。そうだよ。しかも動くね。まあ動きますね。あ、いやー、動いてるじゃないですか。これすげえ。思いっきり動いてんだよな。動いてるわ。うわ、すげえ。あ、ちょっとこれは盲点だったわ。うん、盲点。これはあれやな。クリミア公開がちょっと楽しみになっちゃう。そうだね。エンドクリスタル、確かにエンティティだな。エンティティだ。あ、すげえ。拍手だわ、これは。拍手もんだよ、これ。すげえよ。夜中だから、お前。照れてる、照れてる、照れてる。めっちゃ照れてる。いや、いい問題。いい問題です。エンドクリスタルなんて俺ら眼中になかった。なかった、なかった。じゃあ次は、このエンドクリスタルか。なるほどな。じゃあ、キャルトさん。もうね、さっきの、あれがあるから。ねえ。すごいことありますよ。俺当てる。レベル上がりすぎちゃう、一気に。最初のヒロさんの問題が可愛く見えてきちゃうわ。うん、さあ、クラフトできます。はい、どうしようか。はい、だって。はい。あ、待って、あ、待って、違う。できない。今はできない。昔はできた。今はもう無理。あ、分かった。お、いいヒントだ。お、すごい。あ、分かったかな。え、早くね。ちょっと感が鋭い人は分かるかもしれない。え、じゃあ。大友さん、もう答えちゃう。大友さん、もう答えちゃう。答え、いやいや、もういいよ、いいよ。違うと思うんだけど、いけいけ、いけ。ストーンカッターですか？違いますな。あ、違う。違う。あれ？昔できた。正式名称がわかんないんだけど。まちづくりのドラエッティ。え？うちきや、うちさんだよ。わかんない。旧ストーンカッターではないです。あ、64個にストックできますか？64個にストックできる、できます。はい。おお、それは上位金リンゴですか？あ、もう当たってしまいました。おお、早い。すげえ。
え、あれ上位金リンゴできなくなったの？そう、できなくなった。金リンゴは、金ブロックでね、囲ってもできなくなりました。これね、どっちの名前か悩んだんだよ。エンチャントされた上位金リンゴでもいいけど、別に上位金リンゴでいいんだよ。そう、どっちでもいいよ。ノッチリンゴか。え、あ、まあ、伝わればいいね。伝わればいいね。ガップル作れなくなったんか。はい。トレジャー、トレジャーアイテムになってしまいました。弱体化したくせに。なのでね、皆さん絶対ね、あのサバイバルで作ろうと思って金集めて損しないようにしてくださいね。はい。はい、どうもドライトです。さあ、今回、マチドラやっていきます。メンバー紹介。まずは私、ドライト。イェーイ。疲れてまーす。続いて、ヒロさん。好き。今、なんか好きって言われた。好きって言われた。え、次なのっていうふうに言ったの。あ、途切れて好きって言ってたよ、好きって。あー、恥ずかしい、恥ずかしい。あー、浮気だ。浮気もん。さあ、続いてキャルトさん、はい、よろしくお願いします。はい。さあ、続いてウッチさん。ヘイヘイ。あ、ハート1よろしくお願いします。ハート1よろしく。最後はオータムさん。あれあれ透明感がない。ないよ。いやいやいや、やめろ。するな。さあ、いきますよ、皆さん。透明感がないぞ。なんでアストラル能力透明になろうとしたら。今回なんですか？え、今日はもう、ダイヤの鉱石を取りに行こうっていう、ね、地味な回にしますよ。あれじゃない？なんで白手に。あ、待って、エリトラなんてないの？え、今日あれじゃない？白手にをマイクラで再現してみたじゃないの？何を言ってんだ？え、今日ミニゲーム大会じゃない？しないよ。普通にエンディトラついてなかったわ。あーって変わってこのね、この神社のあの隣にあるなんかよくわかんないじゃん。でも何これ、なになに、あれそんなのあった。街づくりドライ。本当になんか増えてるやん。なになにあれ、なにこれ。棒読み。やめろ、演技してるよ。あー、またなんだなんだこれ。あ、これ踏まないで踏まないで。おお、隠れてたのに。何これ。作ってるやん。誰これ作ったの。すげえやん。誰か作ったの。すごいやん、これ作った人すげえやん、マジで。あー、気をつけないと。っていうくらいですね。これ先ほどしてましたね。はい。このあの下りをね。じゃあ行くよ。じゃあ行くよ、もう。え、行くの？行くよ。え、これって換算はあのダイヤの数ですね。ダイヤの数。はい。え、ダイヤっていうか鉱石全部対決しようぜ、じゃあ。じゃあポイントを振り分けるか。鉄1ポイント、金2ポイント、ダイヤ5ポイントね。で、一応あのスポーツマンシップに乗っとるように分かったか、そこら辺のテストから引っ張り出してくんなよ。ね、仕分け機に今何個あるか確認しとけ。いや、でも自分のテストから持ってくる恐れもあるから何とも言えない。自分持ってきたら勝ちだもん。はさあ行くぞ。はおい、こいつ場所あるからな、ちゃんと場所。ブランチマイニング場371371 371。めっちゃ遠いんだけど。マイナス1です。はい、おいで。どこ、めっちゃ遠いんだけど。はい、エリトラ必須やん。おなんでそんな遠い。さあさあ、早く早く。ちょっと待って。自分、エリトラないから行けないんだ。あの、まだね、あの、マンション的なやつはね、モザイクをかけておいてね。何言ってんの何言ってんの、お前。何それ、知らん。俺も本当知らない。早く。せっかく途中なんだよ。ほら、遅いぞ。もう始めるよ。待って、やばい。木に埋まった。あそこの木に埋まったの。街づくりのドラエッティ。まあみんなぜひね、あのマグマダイブっていうあの取れたか作っていこうぜ。自分残念ながらね、防具にはね、防火がね、防火4が2つついてから。あ、そっか、防火よし、もう行こう。行くぞ。さあ行くよ、全員乗れ全員乗れ。あ、乗った。そしたら開けれねえだろ、バーカ。さて、もう行くよ。インタラップのところ行っちゃった。もう行ったわ。あぶねえ、ハートが 0.5。 もう失敗した。殴れ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 よ。さあ、みんなこっちだ。
奥行こう。え、ここ結構掘られてる臭くね。いやいや、まだここがあるんだよ、ここが、ほら。ダイヤだ。ダイヤ、あ、ほんとだ。あ、それカウントなし。待って。え、これさ、どうする？ここでやるとダイヤとか大体歩くね。ほら、ここダイヤあるよ。ちゃんとね。え、みんなどこ行くんだ。え、駅の上？これの丘ね、これの丘。これの丘。最初のポイント。ポイント？決めとこう。じゃあ、ダイヤが50ポイント？ 5?5 で行くね。5で行く？え？ここで。ダイヤ50。うん、じゃあダイヤ50か、いいよ。ダイヤ50で行こうよ。ダイヤ50。ダイヤ50。レッドストア1。パス。赤石1。赤石1。で、ラピスラズリも1。ラピスラズリも1。で、うん、鉄がまあ、5ぐらいにしとこうか。鉄5か。あ、そっか、まあ、なんだろう、幸運とか。石炭は、うん、石炭も2で。石炭1でよくね。石炭も1かな。うん。じゃあ、金は？で、金が。あ、20いこう。20。いいよ。エメラルドはクズだから。金って打ったら最初に禁止の金が出てきた。どういうことこれ。どういうことよ。だって誰もいねえじゃん、こっちの方角。話。あれね、あれね、あの、エメラルド見つけても0でお願いします。あ、エメ。エメ0。エメは、まあ、出てこないんじゃない、ここじゃ。ここのバイオームじゃ出ないんじゃない、まず。出てこないし。何分間やります、まあ、?1 時間やります。うん、いや、もう30分。時間の限り。30分。いや、え、時間とか考えずに。考えないでいいよ、もう。じゃあ考えずにいく？じゃ適当に、うん、あ、ここで終わりでいいかな。まあ、最終的にね、あの、ドレスさんがね、編集中噛みないといけないの。30分のタイマー、消そうになった、危ね。じゃあ、いくよ。もういい？エメラルドは0ということでね。うん、エメラルド0。足壊れかけになったらどうする？じゃあ、全員、ちょっと、離れようね。おう。じゃあ行くよ、もう、うん、よーい、スタート。あ、タイル忘れた。おい、スタート。は？あ、俺も喋る。あんた喋るわって言ったら結構不利やぞ。うん、じゃあ俺ここ、あ、ブランチパン。あ、やった、クレッドストーンだ。早い。あ、これ効率積んでね、やばいね。え、これって鉱石の数じゃなくて、レッドスト自体の量だよね。そうそう、量でいくよ、もちろん。あ、よかった。視力タッチも持ってるから、どっちで掘ったらいいのか分かんないけど、ね、もちろん幸運で取ってね、それは。あ、幸運自分マックスなんでご安心。おお、バッチリ。これ効率進んでなかった。あー、待ち取りやってないから。ちゃんと待ち取りしたらそんなことならないんだよ。いやー、やってないからだよ。待ち取りしてでも、もらいもんに効率ついてるのか俺見ねえもん。つけとけよ。誰だよ、渡したの。誰だよ、こんなエンドで拾ったような。